こんにちは、今回は原石配布です。こっそり来てましたので紹介していきます。このページはコメント欄から飛んでいきます。何度か見たことがあるかもですが仕様変わってるので、チェックしていきましょう。まずやることとしてこの任務の場所で、デイリーとウィークリーでタスクが追加されますので、それをこなし受け取ることで鍵を入手できます。この鍵を増やしていくのが重要です。その後少し下に行ってここで報酬と交換できます。抽選エリアと在庫で早い者勝ちの2種類があります。今回はおそらく抽選がおすすめです。まず原石を受け取れる対象の人数が圧倒的に、抽選の方が多いです。例えばここの30原石であれば、なんと9万人に配布となります。下の交換エリアは60原石ですが、説明を見たところ最終的に6000人しかもらえません。対象の時間を毎週待ったりして時間になった時にここをクリックが必要です。ですので今回は抽選の方で運要素ですが、どんどん交換してしまいましょう。これが交換エリアの在庫の数の説明です。6000人とわかります。ではこのイベントは約1ヶ月あるので、参加する方は一緒に楽しみましょう。ご視聴ありがとうございました。